じみ、お前昨日も会議サボっただろう。なんだ板田野くん、そんなに僕と一緒にいたかったのかい。なじみ、前貸した本を。なじみ、お前。なじみ、文化祭の資料なんだけど。なじみ。なじみ、どうしたんですか、小見さん。え、名前。なんかあれですしね。ただのくんとなじみちゃんは友達なのでなじみと呼びますよね。しようか。女の子の名前を呼び捨てはほらね。ただのくん、なじみちゃんは女の子じゃないって言いたいのかい。黙ってろ。いやというわけでは。ほら、ただのくんも言ってみなよ。そこ、そこって。やめろ。くちゃダメですか。ダメに決まってんだろ。小見さんたっての願いだぞ。しょう、小見さん。言えなかった。ただのくんの友達、くじらし。自分が名前で呼んでほしいって言ったんだから、自分から始めるべきだろ。正論すぎる。さ、行ってみよっか。あ、紙に書いてもダメだから。小見さんも言えなかった。まったくこの子たちは。